ワンピースのキャラクターの笑い方クイズっていうの、投げ技、投げ技、はい、やばいやつじゃん。もう一回こうピロピロ笑いながら、ピロ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 、やばいやつじゃん。やばいじゃん。どうも、コイッキーです。どうも、トヨです。今日さ、初じゃないですか。はい、呼び出されるって、はい、我々が。そうですね。何するんですかね。いつもはさ、トウヤ君の企画で僕はなんかドッキリみたいになんか聞かされないまま呼ばれる。はい、まあ、その逆も最近ありましたけどね、ホールケーキアイランドクイズ。あ、よかったでしょ。はい、でも今日はスタッフに今日呼び出されたんですよ。そう、びっくりしてるんですよね。はい、まあ、早速ちょっと呼びましょうか。はい、足立さんでーす。どうも、椅子持ってきてるよ。どうした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 。すごいします。椅子は椅子歩きやん。失礼します。今日はどうされたんですか。はい、今日の僕が持ち込み企画を。持ち込み企画、はい、持ち込み企画やらさせていただきたいなと。え、何を、20分間延々とじゃんけんさせる。いいっすか、それでは。アザスさん知らない方のために説明すると、アザスは先月まではアザスじゃんけんって言ってエンディングでじゃんけんをやってたのね、サザエさんのやつで。明日もまた見てくださいね。じゃんけん今月からは編集をやってくれてます。で、そんな人が何ですか。今日はですね、はい、ワンピースのキャラクターの笑い方クイズっていうのをやらさせていただきたいなと。あー、あ、それでやはりここに用意されてるの、このホワイトボードって。そうです、そうです。で、小池さんだけが答えるやつ。いやいやいや、あんたもあれだ。なんで俺だけが。最悪やん。何問あるんすか。全然30問。30問めっちゃある。結構あるやん。そんなあるの。最近なんかその計算ってやったぞ、30問一人出すみたいなのに。あー、それはダメだな。行く。じゃあ早速、うい、多く答えたらお勝ち。そうですね。ハンデはないっす、もう。おかしくない、はい、なんでいらんやろ。だってこの前のホールケーキアイランドでも結構ほら答えてたからさ、みんなの中ではにわかじゃないって言われてるやろって。どうなんやろうな。じゃあいきますよ。はい、第1問。はい、失礼します。せはは。おー、うまいな。これはね、わかりますよ。めっちゃ練習した。めっちゃしました。2、3時間ぐらい練習した。簡単や。簡単ですね。はい、はい、せーの、黒ひげピーチー。正解でーす。まあまあまあ、これはな、うまかったからもう。あー、ルーティーがびっくりした。大丈夫ね。いきまーす。はい、グラララララララグラララララララ。これ前代未聞じゃないですか。背後から問題取る。確かに。はい、せーの、白ひげー。今のところはなんとかいけるね。はい、まあまあまあ、序盤はこんなもんだ。はい、大事なもんね。はい、行きます。え、ドラクエの魔王とかちゃう。あー、顔見た方がいいかもしれないです。あ、僕の。え、行きます。いやいや、余計わからんわ。完全にオードリー春日みたいな感じです。俺が笑うやつよ、それ。下から来る感じなんですよ、このキャラ。下から来る。せーの、シャヒネー。フラミンゴよ。正解でーす。よーし。やばい、ヒゲ縛りだった。いやいや、一瞬ヒゲしかねえから、もう終わりやん。30もあるじゃん。もう一回やってもらっていいですか、今。どうか。ちょっと似てるよね。さ、言われたら確かにドフラやわ。はい、行きまーす。はい、おったか。お前か。せーの、バギー。カープ。小焼きさん正解でーす。強すぎるんですね、小焼き。だってバギーじゃないよ、同感。バギーってどんな笑い声でしたっけ。なんかもっとお下品な感じで、ギャーみたいな。第5問目、いきまーす。ぜーし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 。あー、どっち。はい、せーの、サウロー。ハグワールディサウロ。もしくはまあロブ。おしゃれも正解でーす。オッケーオッケー。そこで勝ってる感じじゃなかった。いやいや、なんでなんでなんで。これアウトやん。え、なんでなんで。だって二人とも言ってんじゃん、ロビーも。いやいや、これは審議の結果アウト。嘘やん。もうホテイカじゃダメじゃん、クイズやのに。いや、ちょっと判定に。これアウト。え、うぃー。なんでなんで。クイズ言うてるわ、ホテイカ言うてるわ。トヨさん、一択で勝負してきたんで。そう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 。
ゴミが出るし、言うてたよ、まあ、言うてましたけどね。ちょっと今の可愛さがなかったっす。なるほど、そういうこと、モノマネに忠実にね。そう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 、あーあ、うまいから。はい、もっと言いくるめられた。じゃあ、第5問目、はい、まーす。シャーあー、せーの、アロン。これは余裕でした。まあ、シャーハハ言うたらまあ、余裕ですな。はいはい、第7問目、はい、いきまーす。ガーバン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 。誰？あ、え、買ってしまった。マジっすか。高山じゃん。来たわ俺。せーの、ワポリー。これは2人とも残念でーす。何正解？ブロギーなんだ。バー。めっちゃ欲しいっすよ。めっちゃ欲しいっすよ。俺のひらめきなんやったら全然当たったと思ってきるな。ワポル？ワポルやと思ったんですけどね、ちゃいましたね。第8問目、はい、いきまーす。せーの、フォクシー。イエーイ、一緒やったー。一緒だけ合わせるゲームじゃないから。違いました違いました違いました。お二人とも正解。よし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 。まあフェテバッチもあるからね、これは比較的分かりやすい。なるほどなるほど。はい、よし。バッホホホホホ。バッホホホホホホ。ちょ、表情見るわ。はい。これ僕の持ってるやつやったら確か難しいよ、表情は。こういう感じでバッホッみたいな感じなんですよ。手がヒントかもな。バッホ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 ッ。え、どうしよう、死ぬんか。あんたの笑い方もどんどんかよ。わかりました、私はこいつでいきましょう。せーの、はい、カタリーナ・デボン。バンダーデッキン9世。バンダーデッキン9世、これはキーさん正解でーす。バホホホやからね。バンダーデッキン9世か、友達みたいなキャラやってんけどな。最近俺そいつまとめた気すんねんけどな。そう、魚人島で言うてたやんか。第10問目、おー、いきまーす。クハハハ。強調してんのヒントって感じ。冒頭が大事やんね。なるほどなるほど。じゃあこいつやな。はい、せーの、クロコダイル。豊田さんも早かったっすね。クー言うとったから。あ、おかげさまで。わかりました、あざっす。うっす、うっす。何それ。今10問やって今何体の。8対6。8対6、はい、8対6。じゃあ2問差ってことですね。2問差です。はいはい、11問目、はい、ゴース。むるむる。急に難しかったよ。いや、ちょっとこっからが新世界だって感じっすね。おお。そんなんつかね、目の前のワーコロ必死に見てるからね。誰やみたいな。誰だー、ウルフフラっていう笑い方のやつおったか。最初ぬむむむすな、はい、笑う描写はほとんどないっすね、このキャラが。ぬるふふふやったら殺せせやからな。はい、せーの、はい、カタリーナでもホグバック。キーさん正解でーす。待って待って待って、俺さっき書いたね、それ。え、それさっき違うとこで書いたね、カタリーナ。バンダーデッキ1級生の時に確か書いたね。え、待って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 、 0.5 とか入らへんの、これ。え、おかしくないそれ。ホグバックアウト。ホースホースホースとかじゃない。ホースホースホース。なるほど、はい、出てくると思うから言ったからな。12問目。12問、はい、いきます。ちょっと、え、声が結構疲れるんですか。あ、疲れる。あ、なるほど。自分の企画だよね。マッハ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 ッ。これ難しいんですよ、再現。これ言ってほしいです、二人に。マッハ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 ッ。はい、せーの、ビッグマム。サロメン。これはちょっとお二人とも残念です。ビッグマムはあれ、マン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 なんですよ。あ、そうなん。そう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 。サロメ泣くか。そもそもサロメ笑ってる。え、サロメマッハ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 ッ言うとるかなと思いまして。答え何なん。これワポルなんです。あー、はい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 、なるほど。はい、第13問目、はい、いきます。いや、ハッハッハッハ。おー、これは簡単ですな。せーの、エネル。それと正解です。はい、14問目、いきます。ガガ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 。機械音よ。かざす、潰れた。それもう壊れかけの自転車やろ。はい、せーの、
心を。幕外。これは既存正解でーす。幕外じゃなかったんですね。適当やろ、全然。おい。なんかちょっと間違えても俺結構知ってんぞって。アピールしてきてるやん。はい。いきます。チャパパー。チャパパーって俺知ってるぞ。ちょっと待ってくださいね、これマジで知ってるんで皆さん俺チャパパーは聞いたことあるで、ワンピース読んでて。チャパパーはね、なんかね、モノマネしてたと思うんだよね、前モノマネしてた、絶対声聞いチャンネル内で。お、私が？そう、チャパパーしてたでしょ。思い出した。せーの、フクロウ。正解でーす。ほらしてたよ。いや、めっちゃ思い出した。はい、いきます。ハーラハ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 ラ、サービス問題みたいなもんやな。そうの、せーの、ペローナーペローナーペローナー。しかもネガティブやろ。なんでネガティブって。ボロボロやな。正解は、あ、コキさん正解です。コキさんやりますね。いやいや、簡単やん、こんなん。なんかね、過去の自分に騙された気ですね、これはね。はい、次行きましょう。はい、17問目、はい、行きます。ただこの17問目が調べきれなかったっていうか、なんで問題に入れない。そうなの。あの、文字でこうなんだって書いてあるので、はい、行きます。はい、ボロロロロボロロロロ。分かってしまった。マジっすか。これいい問題と思うんだよな。マジの好きですか。そう、はい、いきましょうか。せーの、ディアマンテ、カイドウ。小池さん正解です。カイドウ、カイドウ、確かにヒントあったよ。あされなかったって。だからあんまり登場してないキャラだなっていうのと、お酒飲んで泣いてた時にウォロウォロウォロって言ってた。ディアマンテじゃなかったよ。当てに行ってそれやった、もしかして。ははははは。はい、いきます。はい、シュロロロロ。あー、あー、はい、はいはいはい、もう、はい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 、早くない？はいはい。早いな。せーの、シーザークラウンで。はい、正解でーす。イエーイ。どうチェンジでも答えれるわみたいな問題でしたね。まあこれはね、もういわゆる本家から習ってたもんね。そう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 。やってみて。シュロロ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 、シュロロ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 。誰かなんか突っ込まんと永遠続けるよ、これ。はい、じゃあ次行ってください。はい、第19問目、はい、行きまーす。けひひ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 ひ。トヨさん、僕の顔をツイッター見て、これ言ってますね。けひひひひ。いや、だからここさっきと同じ。ここって、こいつか。はい、せーの、カリブー。やったー。正解でーす。今顔当てクイズじゃないの。ねえ、好きじゃないの。いや、確か短期連載扉絵のやつでも書いてあったもんね。カリブーの新世界からケヒヒヒヒって。なるほど、さすがワンピースマニア感出してきますね。はい、あの口を見てカリブーって分かったのすごい。めっちゃ面白いですね。はい、20問目、お、はい、いきます。はい、ベヘヘ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 ヘみたいな。あー、マイスいくか。せーの、ピエール。クレヨンしんちゃん。いや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 、これ来た。ほら、キリーさん、クレヨンしんちゃんワンピースに出てないっすね。ベヘヘヘヘヘ。そういうモノマネをする時じゃない。何が何が。モノマネ大会じゃないの、小池さん。なんで。クイズなの、ワンピース笑い方クイズ。しんちゃんの笑い方こんなんじゃん。いや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 、一緒に答えは。トレーボ。あー、ちなみにトレーボルの声優さんは、あの、金田一少年の金田一もやってたんで、すごいよね、幅がね。すごいっす。そうそう、ちっちゃいのがにかけてるんですよ。すごい。まあ、20問あって何体なんですか。16対10なんですよ。お、めっちゃ3試合で。え、もう逆転するぞ、きつなってきたよ。はい、1問目、はい、いきます。ウォッホッホ、ウォッホッホ、ウォッホッホ的な。せーの、犬わらし。マシラ。お二人と残念です。誰これ。茶ひげなんですよ。え、これが茶ひげ。待って待って、変えたやん俺。おー、これあれちゃうか。さっきの倒して1ポイントちゃうか。いや、じゃあ何で2人のデボン倒して1回でも登場したらセーフみたいな。いやいやいや、救済措置みたいな。ない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 、1ポイントじゃないんか。違うんすか。はい、2問目、はい、いきます。ヒッ
行ってほしいです、トヤさん。もう一回。やっぱね、似てると思う、多分。はい、せーの、ドクターヤッハー、大正解でーす。似てたよ。よかった、あってよかった。はい、23問目、はい、いきます。フォース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 、なんか知ってる気がすんねんけどな。ほほ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 ほ、はい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 、あ、わかりました。あ、クリスマス時期でもない。絶対ちゃうわこれ。はい、せーの、ホークバック。あ、書いてるさっき。だ、言ったよ俺さっきでしょ。ほらほら、ハックじゃなかったわ。いやいや、魚人空手やりながらそんな気持ち悪く笑うの。ジンベも友達やめるわ。第24問目、はい、いきます。てか俺も逆転無理じゃね。もう諦めて全問正解してください、ここから。ういー、ピーロピ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 ロ。え、わかりました、皆さん。ピンとこないっすね。ちょっとヒント的な何か。ヒント的な投げ技。投げ技、はい、やばいやつじゃん、ピロピロ言いながら投げてるって。もう一回こう、ピロピロ笑いながら。ピロ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 、やばいやつ。やばいやつや。ちなみに映画のキャラクターです。わかった。映画って言ってくれたら分からへんわ。せーの、はい、ドクターインディゴ。四季のところの科学者。ちょっと待って、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 これ分かんな。だったな。いや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 。正解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 。これ何なんですか。いや、俺ドクターインディゴ特定できるでしょ。名前は当てないといけないでしょ。いや、そういうルール説明は受けてないんで。何それ。好きなとこの科学者。もう正解ですね。いや、よし。なんで。よし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 。そうやな。ドクターインディゴの声優さんはね、ちなみに中尾流星さんで、シーザークラーと同じなんで。そうだから声質一緒やと思ってん今。もめ。はい。まだ結構あるな、全問正解いくのに。ファファファ。俺その文字の並び最近どっかで見たぞ。ちょっと僕言ってよ。ファファファ。え、それヤマハ音楽教室じゃん。ドレミファソーラファミレドのファの部分だけ言ってたから。いや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 。なんでいきなりヤマハ音楽教室の宣伝し始めるんですか。音楽っていう観点においてはすごい小池さん今いいとこついたなと思ったんですよ。音楽で連想するキャンでしょ。こんなマニアックなキャラ選ぶかな。いきましょうか。せーの、陽気。縄張りウミウシ。これちょっとお二人とも残念です。縄張りウミウシ。どっかその辺で見たことない。笑ってはないやろ。笑ってはない、はい、これシャーロットオペラなんですよ。オペラか。うっそー。いや絶対その辺やと思ってん俺。あ、自分もちょっとホール系が。そうだから縄張りウミウシって書いといて。あー、そう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 。悔しいな今のは。当てれた。あー、今のは当てれた。ヒント的な、はい、小焼きチャンネルたまにいじり倒します、このキャラ。こいつしかおらへんやん。お前そんな笑い方なんか。はい、せーの、ネズミ大佐。そっちか。小木さん正解です。よっしゃ、お互いのいじりキャラ。ネズミばっか言うからね。いやちょっと大佐ネズミ言うのずるくないですか。大佐ネズミってなんでそんな英語表記やるの。はい、よっす。ジガガガガガあーっていう感じです。あーあー的なキャス。太いんだ。太いっす。せーの、ヨルル。オーロンブス。残念です。これハイルリンなんですよ。あ、いい線いってたな。いい線いってたよ。ねえ、巨人っていうのは何なんだろう。そう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 、そうなんや。28問目、はい、よし。知ったんで音聞いていいですか。はい。え、音聞いたら分かるくない。どうぞ。なんかこういう感じでやるケースもするし。一人で笑ってろ。いやー、全然聞こえへんのってな。じゃあラララララ出たー出たー。それ聞く意味あった。はい、せーの、マットトレジャー。はい、正解でーす。マットトレジャーっていうかね、小栗旬君やけどな。そうですね。9問目はい、いきます。はい、アッパッパ。ああ、
せーの、アップー、 OK でーす。じゃあ今何体なんですか。22対14なんですよ。あ、圧勝やん。笑ってるやん。これ私が勝ったら最後10ポイントぐらいもらえるんですか。そうですね、もう満点ぐらいポンって。おー、満点って聞いたことある。 OK です、 OK です。はい、じゃあやりましょう。じゃあ、はい、お願いします。最後の問題、はい、行かさせていただきます。はい、なんだ。はい、え、これ言ってほしいんですけど、お二人に。もう一回やって、もう一回、もう一回やって。イエーイ、マンマ、マンマ、マンマミーヤじゃなくて、マンマミーヤ。それ練習してる時にめっちゃ出たんですよ。マリオが。あ、出てほしいな。せーの、ペロスペロー。残念です。これなんですよ。あ、じゃあ今アザスの正解は P 入れとくんで、はい、分かった人コメント欄ください。ぜひコメントください。意外な人なんで。いや、俺いい線いってたんけどな。いや、俺もいい線いってるよこれは。記憶の階層をあさった結果ここにたどり着いてしまったみたいな。え、だってこれでカウントあんなるよ。いや、まあ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 。というわけで22対14ということで、はい、はい、まあ、答えはね、LINE アットで発表しまーす。いや、もうちょっと答えれたな、確かに。当てれたな、最後のはな。いや、マジでへこんでるやん。この動画が良かったよって人は今すぐ高評価してくださいね。高評価500以上で、次のまたクイズをアザスに考えてもらいますんで、よろしくお願いします。最後の問題が分かった人とか、感想がある人か、コメント欄くださいね。お願いしまーす。ではでは、See you!マジへこみしてますやん。ダメっすわ。めっちゃやさぐれてるやん。ダメっす。いやー、終わった終わった。笑い方ってきついっすね。はいはいはい。あー、しんど。あ、ちょっと待って。はい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 。